どうも、ウェダックスです。私が使っているですね、部屋のテレビ、55インチなんですけども、こちら。このテレビが、どうも今、故障しました。ソニーって書いてあるロゴがね、一番下にあると思うんですけど、下で赤い点滅が見えますでしょうか。これが連続で8回点滅しているんですね。で、いろいろ調べたんですけど、多分基板だろうということで、で、まあ、修理したらいくらかかるかっていうのも調べたら、まあ、基板の交換だと4万5千円、パネルだと13万ぐらいかかるらしいんですね。で、まあ、55インチのテレビを5年ちょっと前に買ったんですよ。で、保証とかもあっても5年なので切れてるんですね。で、10万円ぐらいで買ったんですね。だから、修理に4万5000円はかけてもいいのかもしれないんですけど、13万はありえないなっていう感じなんですね。それやったら買い替えた方がいいと思うんですけど、まあショックで、まあ夜にね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかを見るのが私の楽しみやったんで、今日からそれができない。テレビを買うにしてもしばらくね、時間かかると思うんで、まあ、症状、どんな感じか、もし同じようなことがあった方のためにね、この記録を残したいかなとちょっと思ったので、テレビの電源今入れてみますね。入れたらしばらくは動く。しばらくは動くんですよ。まあ、電源入れました。映像はモザイク入れないといけないと思うんですけど、内部エラーが発生したため一部のアプリが使用できません。詳しくは電子取説をご覧くださいみたいなのが出てます。でね、今正常に映ってるんですけど、しばらくするとフリーズして、今フリーズしました。はい。で、電源が落ちて再度電源が入る。まあ、この繰り返しっぽいです。今画面がフリーズしてるんで、もうリモコンのホームボタンとかは効かないんですよね、これで。辛いですね。で、いろいろ取説とか、ホームページとかに書かれている対処法はいろいろ試しました。今再起動がかかりましたね。で、一度再起動がかかるともうすぐフリーズで、画面はフリーズしてるんですけど、音声だけはしばらく残ったり、今音声もすぐ途切れましたね。まあ、この繰り返しです。で、最終的には電源落ちて赤点滅8回の状態に陥ると。まあ、電源抜いてしばらく放置したりですね、接続機を全部抜いてみたりですね、いろいろ試したのですが、また一度再起動しました。今音声なし、そしてすぐフリーズしました。はい、こんな感じで、いろいろ試したんですけど、結局改善が見られない。で、まあ修理をすると、まあ4万5千円ぐらいだろうと。でも、型番としては2014年なんですよ。だから6年前のテレビなんですね。だから微妙なラインなんですよね、これが。とっても残念。だからもう素直に買い替えしかないかなと。もう今電源切れて赤点滅8回になっております。はい。でね、同じソニーのテレビを、実は同じっていうか10年前にソニーのテレビを3台ぐらい買ってて、うち2台はもう友達にあげてるんですけど、そのテレビは2台元気に動いていて、うち1台は私の母が使ってるんですけど、それも元気に動いているんですね。32インチのソニーのテレビももう1台ぐらいあって、それも10年ぐらい経ってるんですですけど、それも元気に動いている。よりによって私の、自分が買った自分の部屋にあるテレビが5年ちょっとで行ってしまったという感じなんですよ。まあ、それだけの動画です。皆さんもね、家電とか壊れたら結構ダメージでかいじゃないですか。まあ、パソコンもそうなんですけど、ダメージでかいじゃないですか。まあ、けど機械なので当たり外れはあるし、ちょうど保証が切れたぐらいで壊れる。これをまあ世にソニータイマーと言われてますが、ソニータイマーを今まんまと食らったウェダックスです。はい、ということです。今から検討し、まあ家電量販店に行くか、ネットで買うか、まあこのテレビの処分方法も検討しながら、ちょっと最悪な
ヒントになってしまいました。ということで本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。